夢の旧作悪魔祈祷書いらっしゃいましおめずらしい雨でございますなあどうもこう出し抜けに降り出されちゃかないませんいつもごひいきになりましてまおかけくださいまし一服をつけなすって ああ傘をお持ちにならなかった。へへ。どうぞごゆっくり、そのうち明るくなりましょう。どうも、こんなにおすずしくなりましてから、はやしかたいりの夕立ちなんておかしな時効でございますな。まったく、まだ5時だってのに。 電気をつけなくちゃものがみえねえなんて店ん中におばけでもでそうでもっとも古本屋なんて商売はあんまり明るくちゃ具合が悪うございますな西日がいっぱいに入るような店だとクロスがみんな離れちゃいますからねえへへへ失礼ですが 旦那は東京のお方で。ああ、東京の大学からこちらへ御殿人になった。まるまるかにお勤めになっていらっしゃる。なるほど。こんな時効のいい時は大してお忙しくございませんで。へへ恐れ入りやす。開業医だったら大損で。まったく。 大学ってところはありがたいところでございますな。実は、あっちもこれで東京生まれなんで、竜巻橋ってところの猫の額みたいなケチな横丁で生まれたもんでげすが、へへへ。これでも若い自分は弁護士になろうてんで、神田の東洋法律学校へ通いまして、 六方全書なんかをひねくり回していたもんですが、生まれつきのなまくらでね、小説を読んでごろごろしたり、女のケツばかり追い回したりして、さっぱりだらしがござんせん。両親が亡くなりますと、一気に親類には見放される。苦学するほどの骨っぷしもなし。 崩壊節の文句通りに仕方がないからねえってんで、月金を担いで上海にでも渡って一旗あげようかてなことで、ご存知の水戸城町の銀行の石段に汗チレンをつけて、道楽半分に買い集めていた探偵小説の本だの、教科書のもらい集めだのを並べたのが病みつきで、とうとう。 本物になっちまいましてね。へへへ。そのうちに、カカアができたり、ガキができたりなんかして、まごまごしているうちに、こんなに頭がはげちゃっちゃ、もう取り返しがつきやぜん。まあまあ、生倉物には似合い相当のところで,でしょう。もんくはありませんや。へえへえ。それでや、 このバツバツくんだりへ流れてくるまでにゃガラ相当の苦労もいたしやしたよ。とちゅうで商売がいやになっちゃって見よう見まねのはなしかになったり太鼓持ちになったりしましたがやっぱりかわきりの商売がよろしいようで人間まよっちゃそんでございますな。だんだん呼吸を覚えてくるとおもしろいこともちょいちょいございますな。 ええそちゃでございますが一服いかがさまでどうぞごゆっくりこんなに降りますとお客様もお見えになりませんないつ来てみてもお客様が一人立っておいでになる古本屋なら大丈夫立っていくものですですから一人もお客様がお見えにならないと 手前が自分で桜になってのそのそ降りていきまして本棚なぞを整理いたしておりますんでこれがまあ商売のコツでございますなつまりその一人立っている人間が店のおとりになるんで通りかかりの方が店をのぞいてご覧になった時に誰か一人本棚の前につったって 本を読むか何かいたしておりますとついつり込まれてふらふらと入っておいでになる。群衆心理というものでございますかな。その後からまた一人ふらふらとてなわけで。いやどういたしまして先生にお茶を差し上げておとりに使ってるわけじゃござんせん。ははは。こんな大ぶりの時には。 いくらお鳥をっったって聞き目はへへへへ。<laughs> おそれい入ります。どうぞおかまいなくごゆっくりと。へえへそれはおもしろいおはなしもございますよ。ついこのあいだのこと。高等学校の生徒さんがゲーテのししゅうをうりにみえましてね。 他の参考書や何かと一緒に10冊ばかりを3円で頂戴いたしましたがその中でもゲーテの刺繍が特別に古いようですから後でよく調べてみますとどうです1780年にドイツで出版されたやつの第一版なんでおまけにその見返しのところにぬたくっているオーナシグヌチャをよく見ますと どうしてもシルレルとしか読めませんそれからこちらの法文化で古書を集めておいでになる中江先生のお宅へ持ってまいりましたらどうです70円でお買い上げになりましたよ何でもそのゲーテの刺繍が出ました1780年の夏でしたか秋でしたかに姿勢のシルレルが その第一版を買って読んでいるうちに「こんなくだらない詩集なんかもう読んでやらないぞ」ってんで地びたにたたきつけたそれからまた拾い上げて先の方を読んでいくうちに今度は参拝9杯して涙を流しながら「ゲーテ様あなたは死の神様です」 私はあなたのおみやしの泥をなめるにも足りない哀れなものです。とかなんとか言っておでこの上に刺しゅうを押しつけたって話が残っているそれがこの本にちがいないドイツ人に持たせたら10万マークでも手放さないだろうてんであとから中江先生が説明してくれましたがねお人が悪うがずよ 中江先生ははははもっともあしもこの本は東京へ持っていけやきしゃちんぐらいのことじゃなさそうだぐらいのことはかんづいていましたがね欲をかいたってしようがござんせん。ええー、え今度そんなのが出ましたらいの一番に先生のところへ持ってまいります。 大学のまるまるかで。ええ！助教授室。へえへえ、どうぞよろしくお願いいたします。へえへえ、大文化の永江先生ですか。よく手前どものところへお見えになりますよ。古い本をお探しになるのが何よりのお楽しみだそうですね。いいお道楽ですよ。まったく。 商売人ってものは元来目の見えないものが多いんだがお前は割合によくわかるから話し相手になるとおっしゃってねへへへ手前みそで恐れ入りますいつもご指導を願っておりますご覧のとおり手前どもでは学生さんがお相手でげすから横文字の書物ならぜんぶ大きく「原書」と書いた貼り札をして おじ棚に並べておきますので。ところがこのあいだうっかり「蝶明カモズ補助器」ってかいたやつをなんだかよくわからないでパラパラっとみたまんまに「原書ってかいたふだをでかでかとはって2円のふちょうをつけておきましたらながえ先生がそいつを棚の中からひっこぬいておいでになってわたしのはなのさきにつきつけておしかりになったものです。 しっかりしてくれなくちゃ困る。ってえごぽくなんでなるほどよく読んでみますとカモの町名の「北条記」の英訳なんでハハハどっちが原書なんだかわけがわかりませんやまったくおそれいりましたよ。北条記の英訳の中でも一番古いものだからといって 20円で買っていただきましたよ。ゲーテの刺しゅうの埋め合わせをしていただいたようなもので。へへへへ。まったくでございますよ。そのまま2円で買っていかれたって文句はございません。中江先生みたいなお方ばっかりだったら苦労はござんせんが、たちの悪いお客もずいぶんございますよ、そりゃ。 一冊丸ごと立ち読みなんてずうずうしいのはしょっちゅうのことなんで、そのまた読み方の早いのには驚きますよ。店の本の上に腰をかけて、足の下を吸い殻だらけにしーシー一冊読んじゃってから、私のところへ持ってきて、おい君、この本一円切りまからないのかい大して面白い本でもないぜ。 なんて顔負けしちゃいます。大きなお世話でさ文化の生徒さんなんかは試験前にちょいちょい来てあの棚の上の大きなウェブスターの辞書だのエンサイクロペディアを抱え下ろして入りような字を引いちゃってからそのまま置きっぱなしぐらいはかわいませんがノートに控えるのがめんどくさいんでしょうその1ページをそっと と破って持っていくんですからひどがすよ。よく聞いてみると大学校には修身って学科がねえんだそうで。呆れて物が言えませんや。もっとひどいのがありますよ。丸ごと本を持っていってしまうんです。つまり万引きですね。しかもその万引きの手段ていうのが。 トリック付きなんですから関心しちゃいますわ。自分で一冊か二冊つまらない別の本を裸で抱えて、いかにも遊関学生か遊関インテリらしい気分とつらがまえで、平静と往来から入ってくるんですね。最初から狙っている本はちゃんと決まっているんですが、すぐにその本のところへ行くようなヘマは決してありません。 そこが手なんだろうと思うんですが依然として風来坊を気取りながらあちこちと棚を見上げ見下ろしていくうちにいかにも自然に狙った本へ近づいていくそこで不正不正のいやいやながら事のついでだといった格好でその本の放送を引っこ抜いて気長く内容を読んでいるふりをしているんです。 そうなるとこっちだってデパートの刑事さんじゃないし最初から疑ってるんじゃありませんからつい目をそらしてしまいますとそこをねらっているんですねつまらなそうな顔をしてその本を棚に返すと思ったら大間違いのあにはからんやでけす返すと見えたのは包装のボール箱だけ または用意してきたほかのくだらない本をつめたりしてもとのすきまへつっこんでいりようなやつはちゃんとわきのしたにはさみながら「チェッろくな本はありやがらねえ」といったようなかっこうで悠々とバットのけむりをわにふきながらでていくんだからたいしたどきょうでげずかんがえたもんですなあ。 ええ、そりゃ一時の出来心もありましょうが、ずっと前からの出来心もございましょうよ。何しろ、中心のねえ学校の生徒さんでげすから、油断も隙もあれやしません。こんな手をやたらに使われちゃやりきれませんや。しかもそれが、すねっかじりの学生さんばっかりじゃござんせん。 相当の月給をとっておいでになる終身の本家本元みたいな立派な紳士の方が時々この手をお出しになるんですから驚きますよ。へへへ大学の先生方もちょいちょいお見えになります。こっちの達人の方もおいでにならないじゃあござんせんがなかなか鮮やかなお手つきのようです。 へへへ、<laughs> まさかお就寝の代わりにレクチャーで生徒さんにご伝授になるわけでもございますまいがねどうもお手際が生徒さんたちよりも水際だっているようです第一ご風妻がお立派ですからまさかと思ってつい油断しちまいますわもっともそんなのは大抵ご本好きの方に限るようですね 珍しい本だと思えば高そうだし、欲しさは欲しし、店番の親父の面らまぬけに見えるし、てんで、相当お立派なご人格の方が、ついふらふらとおやりになるのがやみつきになって、だんだんおもしろくなってくる。そこんとこだけは両親がすり切れちゃって、とても人間技とは思えないくらい、 大胆巧妙になっておいでになるんですからお相手を仰せつけられた本屋はかないませんやしかしありがたいもので何度もその手をくって慣れてまいりますと大抵わかりますよどうもあの人がくさいってねでっちが言うものですから気をつけておりますと手口から何からすっかりわかっちまいますしまいには 入り口からのっそり入っておいでになる態度を見ただけでも、あらかた見当がついてきます。さてはお親に遊ばすなとか。遊ばさないなとかね。へへへ。面白いのはその万引きした本を持って帰って読んでしまったら、そっと返しに来る人があるのです。ご承知の通り。 この頃の小説本ときたら、昔の偉い連中が書いたのと違って、一度読んじゃったら二度と読む気になれないものが多いらしいんです。または、持って帰って読んでみると、大した本でも珍しい本でもなかったらしいんですね。ですから、何も両親に背いてまで泥棒してくるほどの代物じゃなかった、と思って返しにおいでになるんだか、それとも、 最初からちょっと借りて、中身の減らないようにそーっと読んで、返してくださるつもりだったかどうだか。そのへんのところがこちらではなんとも見当がつきかねますがね。両親があるんだかないんだか。紳士的なんだか、超特急の泥棒根性なんだか。無賃乗車で行って、用を足して引き返してきて、乗らない顔をしているみたいなもので。 ややこしい心理状態もあればあるものですね。へえへえ、そらあ全く帰ってこないのもずいぶんありますよ。そんなお顔は、こちらでちゃんと存じておりますがね。そこが商売冥利ってやつで、黙って知らん顔をしております。元寝を考えたら大したもんじゃござんせんしね。 しょっちゅう気をつけてケースの中身があるかないか調べなくちゃならないのがめんどくさいくらいのもんでさそして中身が変わっているか抜けているかしている本の前に立っておられた方をあの方この方と思い出しているうちにだんだんお人柄が分かってまいりますから不思議なもんでこの間こんなのがありましたよ。 これはまたものすごいすてきな本でしたがバツバツ以前の生徒さんが夏休みに持ち込んでござった本だと思いますがねご本人はバツバツのバツバツの方で先祖代々から伝わってきた聖書だとおっしゃってね一冊三元で頂戴いたしましたが例のとおり店番の片手間にここに座ってよく調べてみますと 驚きましたね。ちょっと見ると活字みたいですが1626年に英国でできた筆者本なんです。紙がまた大した紙でね日本の100円札みたいなねっとりした紙にみっちりとかき詰めたもので黒い線に青と赤の絵の具を使った挿絵まで入っているんですから。 それだけでも大層なチンポんでげしょ。ところが、それだけのことなら、あしも格別驚きません。金さえ出せば、日本内地でも相当にお目にかかれる代物なんですが、肝を潰したのは、その聖書の文句でげす。あれが、悪魔の聖書とでも言ったものでしょうか。 それこそ世界中にたった一冊しかないとうわさに聞いたシュレーカーのブック・オブ・デビル・プライヤー。下道祈祷書かと思うと、あしは気が遠くなって、真夏の日中にガタガタ震え出したものでげす。ええー、先生はそんな本のことをお聞きにならない。ええー、そうですか。 著者の名前は確かデュッコ・シュレーカーと読むんだろうと思いましたがね。難しい綴りの名前でしたっけが、何でも100年ばかり前のことだそうですがね。有名な英国のロスチャイルドって億万長者の次男でしたか三男でしたかが、10万ポンドの懸賞付きで探したことがあるって仲間の無駄話を。 東京にいる自分に小耳に挟んでいるにはおりましたがねまさかその本物にお目にかかろうとは思いませんでしたよ。へえ表紙はずっと大型の黒い革拍子なんで「ホーリーバイブル」と金文字の刻印が打ち込んであって牛だか馬だかわかりませんが頑丈な生皮のケースに突っ込んであります。 そのケースの見返しの中央にミカエル・シロウと読める赤墨と黒い墨の細かい組み合わせ文字の紋章みたいなものが消えぎえに残っているところを見ますとあっしの勘では多分天草一期ごろ日本に渡ってきてミカエル・シロウと名乗る日本人が秘蔵していたものじゃないかしらんと。へえ,えへえ。 その四郎が天草四郎だったらいよいよ大変ですがね。へえへえ、むろんそうですとも、その学生さんは何も知らずに普通の聖書と思って売りに見えたに相違ござんせん。聖書なんてものは、新人でもしない限り、めったに読んでみる気がしないものですし、その本を持ち伝えた先祖代々の人も、 それがそんな本だってことを言い伝えることもできずに、お蔵の奥にしまいこんでござったんでげしょう。そいつを、あの学生さんがほじくり出して、なんだこんなもの、売っちゃえ、バーへでも行っちゃえってんで、あっしのところを聞いて持ち込んでいらしたものでしょう。聖書なんてもな、今の学生さんにはおよそ苦手なもんですからね。 中身をどこかの一行でも読んでたら、持ってくる気づかいありませんや。今頃は、すっかり悪魔になりきっちゃって、学校なんかよしちゃって、桃色ギャングか何かで、豚箱にでもぶち込まれているでしょうよ。へへへ。その学生さんの名前と男は、ちゃんと控えておりますから、その中に、 バツバツのお宅へお伺いしたらきっとまだまだ面白い掘り出し物があるに違いないと思ってこの23日うずうずしてるんですがねへっへっへ中身の読み出しはみんな細かい唐草模様の花文字で途中の茶蓋の切り具合から中身出しなんかすっかり本物の聖書のとおりですし創世記のぶっつけの45行ぐらいは やっぱり本物の聖書の文句どおりですから誰でも一杯食わされるのですがその四五行からのありがたい文句がいきなり区切りも何もなしにとても恐ろしい文句に変わってくるのですつまり悪魔の聖書と申しますか下道祈祷書と申しますか そいつを作り出したシュレーカーっていう英国の坊さんが自分の信仰する悪魔の道を世界中に宣伝する文句になっているんですね昔風の英語ですからちょっと読みづろうがしたよちょっと生意気に訳しかけてみたこともあるんですがざっとこんな風です「我生徒となりて父の業を継ぎ」 神学を学ぶうちに聖書の内容に疑いを抱き医薬科学の研究に転向しており宇宙万有は物質の集団不動にすぎず人間の精神なるものもまた諸元素の化学作用に他ならざるを知り従って宗教もしくは信仰なるものがその出発点よりしてはなはだしく卑怯なる知者の 愚者に対する満着詐欺取材手段なるを認め地上において最も真実なるものはただ一つ血も涙も良心も信仰もなき科学の精神を精神とするいわゆる悪魔精神なることを信じて疑わざるに至れり我が生まれいでし心は親兄弟もしくは ローマ法皇が自分のために都合よく作り出せるいわゆる神の心にはあらず生前の神罰、死後の地獄またあることなし何をか恐れ何をかはばからんや歴代のローマ法王、その他の覇者は皆この悪魔道の霊山実行者なり 万人の行望する上流階級の特権なるものは皆この悪魔道に関する特権にほかならず人類の日常を祈るところのものは皆この下道精神の満足にほかならず教者は聖書をもって弱者を満着し科学の押しうるところの悪魔の力を欲しいままにして恥ざらむとす。 全世界の人類を皆虚偽の聖書を捨ててこの真実の下道祈祷書を抱け我は悪魔道のキ起立となり弱き者貧しき者悲しむ者は皆我に従えといったような熱烈な調子で人類全般にあらゆる悪事を進める文句が のべたらにいいてござあしはそれを読んでいくうちに自分の首を絞められるような気持ちになってしまいましたよ。あちらには血も涙もない悪党が多い、生きぎもどりだの、しびと使い、奴隷売買、人殺し請負いなんてものは西洋人じゃなくちゃできない仕事だと聞いておりましたが、まったく たくそのとおりだと思いましたなその八十教の坊さんは多分精神異常者か何かだったのでしょうそんなつもりで世界中を悪党だらけにするつもりで一生懸命に書いたらしくこの世界が悪ばっかりで固まっている世界だ神様なんてものはただ悪魔の手伝いに出てきたくらいのもんだっていうことを でできるるだけ念入りに説明しているんです。神は弱者のためにのみ存在し弱者は強者のためにのみ汗水を流し強者はまた悪魔のためにのみ生存せるものなり世界の最初には物質あり物質以外には何者も,もなし物質は欲望とともにあり 欲望はまた悪魔と共にあり欲望物質は悪魔の生まれ変わりなり故に物質と欲望に最も忠実なるものは強者となり悪魔となりて栄え物質と欲望とを最も軽蔑するものは弱者となり神となりて滅ぶ故に 神と良心を無視し黄金と肉欲を崇拝する者は地上の強者なり支配者なり強者支配者は地上の錬金術師なり彼らの手を振るる者はことごとく黄金となり黄金となすあたわざる者はことごとく灰となる黄金を作る者は地上の悪魔なり 彼らの古る,る異性はことごとく肉欲の奴隷と化し肉欲の奴隷と化しあたわざる異性はことごとく血泥となるというようなあんばいです。ですからこの悪魔の聖書では旧約のところが人類役の発達史みたいになっておりましてね。アダムとイブが、 神様を信じしすぎて肉欲を軽蔑している間は子供が生まれなかった。それから蛇によって表された執念深い肉欲に二人がとらわれて信仰をなくしちゃってエデンの花園を追われてからお互いの裸が恥ずかしくなったおかげで子供がどんどん生まれて初めてこの地上に繁殖し始めたんだから。とどのつまり この地上で栄えるものはエホバの神の身心じゃない悪魔の心でなくちゃならん。といったような理屈で人類の罪悪しみたようなことがそれからじゃんじゃん書きたてであるのです。エジプトの王様は代々自分の妻を一晩ごとに取り替えて飽きた女を火ぶりにして太陽神に捧げたり または生きたままナイル川の水神様のワニに食わせたりするのを無常の映画として楽しんでいたペルシャ王ダリオスの戦争の目的は領土でもなければ名誉でもない捕虜にしてきた敵国の女に対する陰虐と敵国の男性に対する虐殺の楽しみ以外の何者でもなかった彼は 戦争に勝つごとに宮殿の壁や廊下を数万の敵兵の新しい虐殺死体で飾りその中で敵国の妃や王女をはじめ数千の女性の悲鳴を聞いて楽しんだそこにダリオスは世界最高の悪魔的文明を感じたのであったアレキサンドル大王はアラビア人を滅ぼすために 死病患者の死体を担いだ人夫を連れていってメッカの町の辻々でその人夫を一人ずつ切り倒させたこれはその極端な悪魔的な精神において近代の戦争のやり口をリードしているのみならずはるかにそんなものを超越した偉いところがあったさすがは大王というよりほかなかったものである オランダに行って造船術を習ったと歴史に書いてあるがこれは真っ赤な偽りで実際は滞打術と毒薬の製法を研究に行ったのだベートル大帝はそうして得た魔力でもってロシアの宮廷を支配してあれだけの勢力を得たもので大帝の属するスラブ人種が60いくつの人種を統一して 大ロシア帝国を作ったのも、こうした大帝から魔力を授かったスラブ族の科学知識のおかげでしかないのだ。こんな調子で世界を支配する者は神様でなくいつも悪魔であった。一切の科学の始まりは神様の存在を否定し人間をその良心から解放するのが目的で同時に 一切の科学の始まりは錬金術であり一切の医術の始まりは怠惰術と毒薬の研究でしかなかったのである我々は歴史に欺かれてはならない常に悪魔的な正しい目で歴史を読んでいかないととんでもない間違いに陥ることがある元来ユダヤ人というものは 人類の全部を怠け者にしてこっそりと滅ぼしてしまってユダヤ人だけで世界を占領してしまおうと思って昔から心がけてきた人種だサイコロだのルーレットだのトランプだの将棋だのドミノだのというものはそんな目的のためにユダヤ人が考え出して世界中に教え広めたものであるしかもそのユダヤ人が そんな目的のために発明して世界中に宣伝しようと試みた最後のものがこのキリスト教なのだからあきれてものが言えないではないかこの世の中のことは何もかも神様のおぼしめしばかりだ神様に祈ってさえいれば欲しいものは何でもくださるのだから人間はちっとも働かなくていいのだ 神様を信ずれば盲目が見え推しが物を言いいざりが駆け出すのだ天を飛ぶ鳥を見よ地を走る狐を見よ明日のことなんか考えなくともちゃんと生きていけるじゃないかといった案媒式に宣伝して世界中をみんな怠け者にしちまおうと思って発明したのがこのキリスト教なんだそこで その当時ユダヤでも一番の名優であったヨハネというじいさんを雇ってきてこのキリスト教のちんどん屋をやらせてみたがどうもうまいこといかないそこでその次に出てきたユダヤでも第一党の美男子のイエスという男優とユダヤ第一の美しい女優のマリアというのを取り組ませてこの宣伝を街頭でやらせてみたらこいつが 大々的に大当たりを取ることになった。どういったような調子で、旧約聖書の文句が済みますと、今度は新約でです。つまり、そのリュッコっていう僧侶が聖書の中でキリストに成り代わって言うのです。我は悪魔の救世主なり、皆我に従え。で,んで 自分が先祖代々から受け伝えてきた悪魔の血筋を、系図みたいに書き並べたのが、その新訳の書き出しなんで、それから、自分が虫も殺さぬ宣教師となって、明け暮れ神の道を解きながら、内心では悪魔の道を信仰して、女を殺したり、金を巻き上げたりしてきた恐ろしい悪事の数々を、 各章に分けてさもさももったいらしく、掻き立ててあるのです。人間は神様と両親を蹴飛ばしち。まえばどんな幸福でも得られる。自分の死と仰ぐのはイエスキリストじゃない。悪魔に魂を売ったドイツの魔法使いファウストだってんで、ありとあらゆる科学的な悪事のやり方が自分の体験と一緒に。 それ、相当の悪魔式のお説教を添えて書いてあります。それから一番おしまいの詩編のところへ来ると極端な恋歌ばっかりですね。それもまともな恋の歌なんか一つもないので邪道の恋下道の恋みたいなものを賛美した歌ばっかりなんであきれ返ったわいぼんなんですがね。ええ。 なんですかその本がどこにあるかっておっしゃるんですかへへへそれがまた面白いんです。今も申しますとおりその聖書はちょっと見たところ古い木版みたいな字の格好ですからね。しまっておいたってしようがないしそうかといってうっかり気心の知れないところに持っていっておすすめするわけにもいきませんからね。 っっちゃってボクスか何かの古い革のケースに入れたまんま向こうの棚の片隅に置いといたんです。それを見つけたお客様のお顔色次第で1000円ぐらいはふっかけてもあんまりバチは当たるめえ。と思っていたわけですが普通の聖書にしてもそれぐらいの値打ちはあるんですからね。ところが。 このみつきばかりまえのことですおどろきましたよいつのまにしてやられたものですかそのせいしょのなかみがすっぽぬかれちゃってケースだけがあそこのたなのすみにのこっているのをはっけんしちゃったんですあそこはみせのなかでもいちばんくらいところであしがちんぽんと思ったほんだけをそーっとかためておいとくところですからねえ あそこに来てじーっとつったっておいでになる方はいつもたいていきまっているんですからね。もっておいでになった方もあらかたけんとうが。おや先生のお顔色はどうなすったんですご気分でもわるいんですかへえこれは300円のお金 今月のお給金のぜんぶあしにくださるんでうええ、あの聖書のお手つけ1,000円の打ち金とおっしゃるんでこれはどうもおそれいりましたなあの本は先生がお持ちになったんでええそれはどうもなんともはやええええ なんとおっしゃへえー、今年の春から先生の奥様にピアノを教えにおいでになっている音楽学校での若いピアニストの方があの本を偶然ご覧になって大変に珍しがって借りておいでになった先生もその時までは普通の聖書と思って何の気もなくおかしになった へえ,えへえどどどうぞお落ちつきになっておちつきになってお静かにお静かにごゆっくりお話くださいましななるほどへえ,えへえそれから一週間ばかりたって奥様が流産をなすった妊娠三か月でなるほど お医者様のご診察では、その前にお二人でバツバツにドライブをなすったのが悪かった。なるほど。あの国道はこの頃悪くなりましたな。無理はござんせんよ。自動車がやたらに増えましたからな。県の土木費は元の通りなのに。まだあるええ。たった一人のお坊ちゃんが、 牛乳ばかりで育てておいでになったのが45日前に急にお亡くなりになった食事中毒という診断だが怪しいとおっしゃるんでええどう怪しいんでええあの本を借りていかれたピアノの先生が あの本の中の毒薬を使っているにちがいないこのごろあなたさまも胃のお具合がよろしくない胃がしくしくお痛みになるバツバツバツ,バツバツバツかもしれないへえー、つまりあなたさまはずっと前からそのピアノの先生を疑っておいでになったんですね。 なるほど。そのピアノの教師は芸術家気取りののっぺりした青年。奥様は二度目の奥様で、大阪新聞の美人投票で一等賞。ああ、先生、ちょ、ちょ、ちょちょっとお待ちください。ちょっと、ちょっと。いいえ、話しません。ちょっとお待ちください。結荘をお買りになってどこへおいでになるんで。 な、何ですってそのピアノ先生をお訴えになるあの本を取り返して使った毒薬を発見してやるまま待ってくださいととんでもないことですまあお聞きください落ち着いてとにかくここへ今一度おかけくださいあっしの話をお聞きください ご事情はあっしが見抜いております。事件の真相はあっしがちゃんと存じておりますから、残らずお話しいたしましょう。せいてはいけません。短期は尊期です。おあ、びっくりした。とんでもないことですよ、先生、それは。もし先生がそんなことをなされますと、あの本をどこから手に入れたということが、警察できっと問題になりますよ。 そのときにあっしがけいさつへよばれましてしょうじきのところをもうしたてましたらせんせいのごみぶんはいったいどうなるんですかはっはっはそれごらんなさい。まあまあもういちどここへおかけください。まあまあもういちどここへおかけください。このおちゃのあついところを一っ召くめしあがってください。あっしもなにもかもネタをわっておはなしいたします。 元を申しますと。何もかも足が悪いのです。それそんなにびっくりなさることはございません。これこの通りお詫び申し上げます。何もかも足が悪いのでございます。ええ、この通り謝ります。どうぞご勘弁を。何をお隠し申しましょう。 ただいままであっしがお話いたしましたことは、みんなヨタなんです。でたらめなんです。根も葉もない作り話なんだでげす。はっはっはびっくりなさいましたか。はっはっあのご本は、やっぱり普通の聖書なんです。もちろん1680年度の英国の筆者本なんだでげすから。 相当の鎮本には間違いござんせん。三百両ぐらいの値打ちは確かでございますが、とても千両なんて踏める代物じゃござんせん。ご自身で読んだご覧になれやお分かりになります。初めからおしまいまで、普通の聖書の通りの文句で、一字一字ごとに狂いのないところを見ますと、よっぽど信仰の深い坊さんが参拝、休拝しながら写したもんですね。 とにかくめったに出てきっこないちんぽんですからどうぞおたいせつにおしまいおき願いますよこうしてお代金をちょうだいいたしましたからにはおしゅうはございますがおゆずりいたしますじつはせんせいがだいがくでもゆうめいなごほんつめのめいじんでおいでになることをほうもんかの中江せんせいからずっといぜんにうかがっておりましたままるる がめの名人が来たぜ。あの男は東京にいる自分から俺の好敵手でどうして集めるんだかわからないが俺の狙っている本を片端からさらっていってしまいやがるあの男が来ると俺の道楽は上がったりだ」でねよくそうおっしゃっておられましたよですから実はそのへへへ、<laughs> 先生があの本をお持ちになった時もあしはよく存じておりましたからねそのうちに奥様にでもお題を頂戴に行こうかと思っておりますところへ今日ひょっくり先生がお見えになる途端に今の夕立でございましょう店には格別お珍しいものもござんせんし先生も雨上がりをお待ちになっておいでになるご様子ですし 足も朝から店に座っていて少し頭がぼんやりしてきたようですからつい退屈しのぎに根も葉もない与田話を一席伺いましたわけで若いうちに生実家学問をしたり寄席出たりいたしましたものはつい余計なおしゃべりが出てまいりますようでやくざな学問ほどあふれ出したがるようでへへへへへへ やっぱりこうして書物の中に埋まっておりましても探偵小説が一番面白いようで。全くでございます。どうかするとつい探偵小説を字で言ってみたいような気にフラフラっとなりますから妙なもんで。ええ思いもかけませぬお題をちょうだいいたしまして恐れ入りました。まっ たく根も葉もない作りごとを申し上げまして、ご心配をおかけ申しました談は、幾重にもご勘弁を。ええ、もう降りやんだようでございます。だいぶ明るくなってまいりました。明日はお天気になりましょう。えい、え、ご退屈様、毎度ありがとう存じます。どうぞ。 ごくさまをお大事に。ご視聴ありがとうございました。夢の九作作の他の作品はこのようなものを朗読しております。またおすすめの朗読動画はこちらです。どうぞ合わせてご視聴をくださいませ。